ハンス・フォン・アーヘンは、ドイツのマニエリスム画カ、ケルンで生まれた。彼の姓は、父親が、アーヘン出身であることにちなむ。彼の名前には他に表記があり、ヨハン・フォン、フォン・エイケン、ジャナキン、フィアナキン、アボック、ジーン・ダック、アッキの、バンアケンなど数多い。グーは、または、正義の勝利ドイツ語現代、シーグでアバルハイト・ウンター・デムシセでアグレシティ・シュキット、オイル・オン・コパー、 56X47 センチメートルアルテピナコテーク像、ハンス・フォンアーヘンは、フランドルが家リクの門弟となり、ドイツで絵画を始めた。彼はさらに修行をするため、1574年にイタリアへ移った。彼はローマとフィレンツェを巡ったが、すぐにベネツィアへ今日定めた。彼は最初カスパルレムスの弟子となったが、ティントレットから学んだり、 ミケランジェロ追従者らに学ぶことで、自身のマニエリスムの技術を伸ばすことに決めた。しかし、彼の生涯を通じて、当時ドイツ芸術界の主位にいたバルトロメウス、スプランヘル、ヘンドリック・ホルツユウスの画風に支配されていた。彼は1588年にドイツへ帰国し、貴族の肖像画家として、非常に名が売れるようになった。 彼は、バイエルン公ビルヘルム5世の肖像を数点描いた。ミュンヘンで、彼は作曲家、オルランド・ディラッソの娘・レジーナと結婚した。彼は当時プラハにあった神聖ローマ帝国宮廷と接触するようになった。1592年、彼は神聖ローマ皇帝ルドルフ2世の宮廷画家に任命された。しかし、彼は1601年にプラハへ移ったのみで、 彼はそこに滞在して、ルドルフ・ニセリア、後継の皇帝マティアスから命令されて、画策を行った。アーヘンの弟子には、ベーター・イサークとヨーゼフ・ハインツがいる。彼の作品は、ボルフガング・キリアン、ドミニクス・クストス、ヤン・サデレルに模写された。ありがとうございます。